東京都の小池知事は、市場の移転判断で重要なプロセスと位置づけられている市場の在り方戦略本部を15日16日の2日間開くことを明らかにしました。これまで小池知事は築地市場の移転について都の幹部による市場の在り方戦略本部での議論を通じて総合的に判断するとしてきました。小池知事は14日、市場の在り方戦略本部を15日から2日間にわたって開いて議論する方針を明らかにしました。会議は公開で行われ、豊洲市場に移転した場合の市場会計の赤字を穴埋めするために、築地市場の跡地を50年間の定期借地として活用するとした都の検討案についても議論が交わされることになっています。